こういうとことか、こういうとこね、こういうとこね、うん、こういうとことか見させてみよう、うん、分かるこことか嫌だって分かりますね、はい、ね、だこの痛み取れたら嬉しいですから、はい、これ置いておいてください、ね、置いておいて、うん、はい、ポン、お、やるかね、うん、ね、で、一応僕プロやから陰陽二相一対という考え方があります、ね、これが陰だったら要はこっちかな、うん、ですから裏表の関係見ます。もう見なくても分かってるんですよ、耐えてはるんですけど反応しないんですけどちょっと仰向けになってください。はい、反応しないんで、ちょっと触りに行ったので、こんなとこを僕は見てあげます。これこれこれ全部異常ですよ、これ異常ですよ、分かります自分で、これ異常、異常なの、うん、感じながら、うん、これ異常、こっちもこれ異常で、お腹、お腹これ、ここ、ここにこれここ、ここ触ったんで、これも異常、うん、これ、ここです、これ、あ、はい、これ異常、この中にこれ、中、はい、ここちょっとね、あの腹筋が発達してるから分かるんけど、この下のとことか、うん、分かりますよ自分で、これ、ね、だからこれ腹筋と間違ったんだね、ああお客さん鍛えてはるんですね違うからね、うん、以上です。でこれ取ってあげたらこの顔色変わりますから、すぐに、うん、でしびれっていうね、こういうとこ反応しない。これはどっちか言ったら、まあ僕は知らないですよ、ユウさんのことは。環境的に辛い立場で、ね、長年生活してないんですか。まあ責任者としてやってるっていうのはあるし、うん、大きいです。だからくっそこの野郎っていうのを全部いう。感じじゃないですか、うん、でそれ全部体に表現されてる。でその体のことを今気づいてないから、どういうことかっていうと今我慢してる間はいいんですけど、我慢できへんかった時にボン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 って爆発し始める。これはもう完全な異常です。これもこんな完全、ちょっと触りに来たこれ反応しないのおかしい、ここも反応したらおかしい。これ骨じゃないからね、これ全部骨じゃないからね、筋です、筋ですか、筋肉、これが骨です、これが骨です、力が抜け、力が抜けこれが骨です、はいはいはい、これ骨です、これは全部ちょっとまだ見えるね、自分がもう分かるわけ、あこの人こういう苦しみを持ってこういう苦しみなんだよなっていうの、うん、でもそれは分かったとしてもあまり言わへんし、体を見たら分かるわけだから、そういうのを例えば楽に導いてあげようと思ったら、これ1回2回が無理やから患者さんやったら提案してあげるわけ、じゃあ10回のコースに分けてねって、10回来ていただいてこれらの、ね、苦しみ取りましょうかって、でそんな中でカウンセリングしてあげたりとか、その人の問題を解決してあげたりとか、ちょっとごめんなさいね、よいしょ、
今一回しましたら下がってください。なんか感覚変わったの分かります？分かりやすい？やらないのわかります？ちょっとまだわからない。前は違う、若干止まらない。それはあのなんていうの、今まで感じなかったのが良くなる時に明確に出てきますから、でそれまたこうやってポンポンポンってやって、ポンポンポンってやって、またやられてきますから、硬いのが取れてきます。さっき入らなかったでしょ。この辺からこうスーッと持ってきて、こうね、この辺からスーッと持ってきて、この辺からスーッと持ってきて、この辺からスーッと持ってきて、スーッと持ってきて、スーッと、これがスーッと持ってきて、スーッとね、スーッと、はい、これがスーッと持ってきて、スーッと、はい、スーッと、はい、また次の面も触ってもう見た目違うでしょ。ワンダの違いというのもね、いるんですけど、さっき見えなかったんだけども、志麻さん、いつも通りにね、膝小僧を外して、右足、はい。でね、志麻さんはね、これね、膝をね、曲げて、右の足を曲げてね、手をつまり、こういう形で動かしてみて。これやってないのが足です。うん。で、左側。はい。そのままグッと伸ばして、ここにやった方がいいです。はい、もう一回伸ばしてみます。皆さん見てみてください。